友よ、ここに至るまでその手でいかなる時代を作ってきたのか、それを世に教えてくれ。さあ購買よ、時代をかけし者の力、見極め伝えてくれ。いいですよ。安きこと、どの所業に異を唱えるか。なぜだ。ご神託がありました。あなたは嵐を呼ぶ雲であると。だからズババババババーッと振り払っちゃいますよ。卑弥呼様と足利さんにお願いされちゃいました。だからあなたを見極めます。いい人か悪い人か。何よりの懸念は端々まで目が届かぬことか。俺を鍛えてみせたそいつが弱いはずもねえさ。足利一門の力、打ち捨てられねば分からぬようだな。案ずるな友よ、あえて世の軍勢に弓引こうと役賊のそしりなど受けようものか。もう疲れちゃいました。竜となりて天竹、あえて地上の王をなつ。あなたのことは分かりました。私はそれを伝えに行きます。ぴょんぴょんと飛んでいきますよ。えい。まずい、このまま伝令されては警戒を強められてしまいますぞ。くじけるな。足利家にふさわしき面持ちを心がけよ。合わせびとりに互いを移せ。俺らの光を焼き付けな。ヨシテル様がご健在である以上、敗れたとは思わぬ。伝えなきゃ。重さは変わらねえってことだろ。幾百の時を経てもなお滅びぬ国、そこへ導きうるはただ一人、このアマテラスの巫女のみよ。貴様の情報、帝への奇跡にもできる。見極めておいて無駄はなく。時が無駄に手間をかけさせる。日の本を選ぶのは竜の元、それも面白いかもな。一輪は陰らせぬ、断じて。滅ぶがいい、万能なる地の前に。貴様、我が思った以上の駒であったか。
報告はしよう。形ばかりであろうと。ここより先通すわけには参りませぬ。恨みつらみなどぶつけられても俺では答えようがない。宝十郎様のような男になりて、なんとなくわかんだろ。見事友よ、望むものを申せ。太刀ならば王天た密用を使わそうぞ。悪くはなかった。だが情けはかけられねえ。こっちは俺が仕事ってきます。小十郎様はどうぞ先に。みな良いのか。友が好き勝手暴れておるぞ。なくなる上はこれで情報を秘匿できる。全ては我が万事炎。誇れ、そなたは兵を成功に足る武人よ。友よ、感謝する。よくぞ我が真に輝ける生を与えてくれた。この日の本に幾度となく繰り返されし選定の儀。いざ問わん、そなたは誠の主なりや。そなたが帝にもたらす、私はそれを見極めねばなりません。定めを回しに来られたか。歓迎しよう、移ろい人。そなたの心の声解けてはいません。はい、この氷の教えを胸に竜の道を行きます。雲の子は散らすようになる。悪い夢だ。願わくばあなたが帝を満たせし者であらんか。かの者の魂しかと見極めます。バカな、我らは足利将軍家なのだぞ。ヌラの盛りし瞳こそが世にとって何よりの善だ。義天様もおっしゃった通りだ。熱くたぎってるやつが来た。餅の一つでも食わせてやったらどうだ。その方面白を生きたな。他の者の魂は私を。伊達の強さが何なのか俺とやれば分かるかもな。おい、俺たちももっと死ぬ気でいくぜ。柱に止める資格はない。思いのままに登りなされ。
世が望むは人々がたぎろう熱き時代、すべてのものがさんさんと輝く生きた時代。さあ友よ、今こそ創世の時。世の勾配をすべて打ち進んだはその方だな。見事だ友よ、その方こそが世の待ち望んだ伝令よ。政宗さん、あなたの右目が最後に焼き付ける光景だ。忘れないでくれ。必死の覚悟か。ならば余もその熱に応えよう友よ。若き竜王よ、浜の頂に立つことなかれ。いいな。これはいい。これよ、これが世の望むもの。命を閉じてこそ限ろう新しき時代の熱よ。だろうな。打ち倒した手応えには程遠かった。感じるぞ、天下を吹きすさむ欲望の熱気。だがまだだ、これではまだ届かぬ。そよ風だろうと、風には違いねえが、合わせ人に輝いを打つ。俺らの光を焼き付けな。誰のみが限ろい続けるは本意ではないか。少し抑えるか。世はここまでだ。友よ、人々を導け、新しい世界へと。空に刻まれしこの記憶。手放しはしねえ。